暑いですね。お疲れ様です。いやでもね、本当にね、私もそうですけども、底辺とは言いませんけども、まあど平凡な暮らしを送っていた私です。まあ未だに平凡といえば平凡なんですけども、まあ少なくともね、明日や明後日、し明後日、その先、しばらくはどっかに出勤しないといけないとか、決められたタスクをこなさなければならないってことはないですね。自分で思いついた自由な商品やお仕事をそれをお金に変えて、でやっぱりね、お金を払ってくださってる方に頼まれて喜ばれて共存していけるっていうのがすごく嬉しいことだと思います。やっぱりこう訪問販売とか、ルート営業とか法人営業っていろんなね、営業のスタイルあると思います。もちろん接客の販売もあるでしょう。どちらかというと多くの方は気が重いと思いながらやってるんじゃないかなと思うんですよ。で、私は少なくとも申し込まれてね、申し込んでいただいてご案内をしてっていうことなんですよね。まあ、速稼塾も結局はまずはほとんどね、知らない方からメールが来て、で速稼塾のお問い合わせがあって、速稼塾のご案内をして、でご入金いただくっていう流れなんですよね。まあこう言ったらいい加減な言い方になるかもしれませんけども、いきなり連絡が来るんですよ、こっちから見ると。まあでもいきなり連絡が来るようにずっと絶えず無料コンテンツを出していって、日々見ていただけるようなファンの方を作ってるとも言えるんですよね。これをマーケティング的に言えば、視聴者さんに歌詞を作ってる状態っていうんですかね。いい話ありがとうとかね、明日も聞きたいとか、繰り返し見ていたいっていうふうに思っていただけるからこそ、こちら側から提案した時にそれって何ですかっていうふうにお問い合わせをいただけるっていう形だと思いますけども、まあでも会社勤めするとね、やっぱりこう指示があるからやる、そして指示がなければやらないっていうことによりがちなんですよ。でも本来仕事って言われてもいないことをやり続けることだと思うんですよね。もちろんおかしなことやっちゃダメですけども、多分会社は、上司は、先輩はこういうことを自分に求めてるんではなかろうかというような仮説を立てて、ひいてはそれをお客様は多分こんなものを求めているんじゃないかな、こんな商品サービスを求めているんじゃないかな、その商品を会社と一緒に作っていこうかなというふうに組み立てていって、企画になって、それが立案されて商品化ルートに乗ってプレゼンになって、セールスが完了するみたいな、そういうふうなストーリードラマになってると思うんですよね。でも会社に勤めてると、言われたままに作る、言われたままにセールスする、言われてるままに、顧客サポートする、全てはマニュアル通りにやるとかね、先輩に教わった通りにやるとか、なんかよくて言われたことしかできないみたいになっちゃうんですよね。で、自分の考えでできることっていうのはもっとこうなればいいのにと思うけど、それは会社全体のためを思って言うんじゃなくって、自分がもっとね、楽に、美味しい汁を吸うために思ってるわけなんですよね。会社はこうやればいいのにっていうのは何でかっていうと、自分の立場がもっと楽になるためだと思うんですよ。だから相手の立場でものを考えてるんじゃなくて、自分の立場、最もサボって最も給料が上がるための方便を、まあ会社はこうなればいいのにって感じで言ってるのかなと思いますね。で、本人もそれが分かってるから、提案書が書けないとかね、上司に掛け合うこともできないっていうことなのかなと思うんですよね。まあ、私は会社を経営しながら社員の子からね、いろんな要望を受け取ってきましたけども、どれもやっぱりこう、私の求めてる発想とは全然かけ離れたね、本当にお遊びみたいなもんでした。だからやっぱり、自由にね、生きることを私たちはもっと練習しなきゃいけないのかなと思います。まあ難しいと思いますよ。未だにね、子育ての話になったらね、大学に行かせたいみたいな話が出ますから、なんかやっぱり冗談かなと思うんですよ、大学進学を目指してるっていうのは。もちろん目指してる分には悪くないんですけど、他の選択肢がこれだけ広がったのにね、じゃあ10歳ぐらいに自分の子供がもう金銭的に何も困ることがなくなったけども、でも大学行かせますか、大学は何のために行かせるんですかって、より高い給料をもらえる会社に行かせるためなんですか、要するに稼ぐために大学に行かせる、そのためにまずは出費をする、投資をするっていう考え方なんだったら、ダイレクトにお金を稼ぐことを教えた方がいいような気がしますよね。例えばビジネスだとか、それこそ YouTuber とか、FX のね、トレーダーとかね。この前、中学3年生の子がね、お問い合わせくださって、僕は FX のトレーダーとして将来は生きていきたいんで FX を教えてくださいと。でも自分の名義では証券口座作れないんで、親のを借りてやったらいいでしょうかみたいなね、それはいいと思いますよ。でお小遣いをね、毎月1000円とか3000円もらってると思いますけども、それをいかにね、月末までに倍に増やすかっていう、そういうふうなトレーニングをしていったら、ものすごいね、20歳ぐらいにはもうスーパープレイヤーになってると思いますからね。本当にこういう発想じゃないとダメではないと思いました。どうしても親がね、
なんかこう働いていたりとかね、親が大卒を誇っていると結局子供に二の槌を踏ませるんですよね。もう今はそのなんか学歴を誇る時代じゃなくって、もう本末転倒なんですよね。だってお金の心配がなかったら多分進学しないと思うんで、お金の心配がないのに進学するってことは本当に学びたいっていう本人の意識ですからね、うん、だから資産10億あって誰が受験生を勝ち抜いてね、一流企業に入って高い給料をもらうために出世するって発想になるんだってことになりますよね。それは一生をね、お金を稼ぐってことよりもお金を使うって方に、うん、考えた方がそれは伸びやかに暮らせると思うんでね、うん、どうなってるんでしょうかね、うん、まあ学歴の額ですよ今回は。